おはようございます。釣り子 TV です。これ中古なんですけども、釣り竿ね、一本買ってきてみました。こんな感じの袋に入ってるんですけども、真っ黒でね、かっこいいね。で、なんか袋の質感もね、すごいいいんですけども、これここに書いてあります、XOR っていうことで、メガバスの竿なんですけども、これね、ちょっといい出物があったら一本欲しいなーなんてずっと思っていて、で、ね、いつものね、中古釣り具屋さんに行ったところもね、現行品ではこれ売ってないやつなんですよ。結構古いモデルなんですけども、1万円を切るですね、非常に安い価格で、そんでもって状態もものすごいいいミントコンディションのものが手に入ったので、早速ご紹介していきたいと思います。で、これちょっとね、ブラックバスの巻物にどうかなと思って、あ、これね、ほんと袋がね、すごいいい袋に入ってるんですよね。で、出していくと、はーい。これねえ、スラントブリッジがついてるモデルなんですけども、いやー、はい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 。おー、出てきた。ねえ。XOR のシルバーシャドウっていうですね、竿なんですけども、SSX の 60MC って書いてありますね。結構ね、細身なブランクなんですけども、まあ、もともとはね、シーバスとかボートで狙うために想定した竿なので、細身なんだけど、まあ、丈夫なんだろうなっていうところと、何よりも欲しかったのがね、これ。スラントブリッジ。ねえ、この、カクッとクランクしたね。このね、竿が一本欲しくて、で、ブラックバスの竿にもね、結構これが出た時はいろいろなモデルに採用されていて、で、まあ、目を引いたのはね、この海のモデルに結構スピニングベイト問わず採用されていたなぁなんていう印象があって、まあ、そんな中でもですね、これ、ね、海用のロッドなんですけども、60ってことで、6フィートのね、結構短めの竿、ね、ボートシーバスロッドっていうことなんですけども、これをね、ブラックバスで使ったら絶対、良さそうだなーって思って、で、中古で見かけたらね、買おうと思うんですが、何分ね、海の竿なもんで、結構ね、潮のエリアで酷使されてね、ボロボロの状態のものを見つけることが多かったんですけども、今回探し求めていたですね、比較的綺麗な状態の、でね、スラントブリッジが使われている、モデル。これを見つけることができたので、買ってきてみました。ね、海の竿、進出するぞっていうことなので、まあね、最初の頃のね、まあ今もね、もちろん海シリーズあると思うんですけども、このね、海シリーズ始まったね、初期のね、XOR のね、シルバーシャドウのね、まあこういった竿が欲しかったなぁと思って、で、実際にね、これ海で使うわけじゃなくて、ブラックバス、あとおかっぱりとかボートのね、レンタルボートの釣りで使おうと思っているんですけども、っていうのがね、まあちょっと試してみてはいないんですけども、この目玉のね、スラントブリッジ、これ十何年前かな、シーバスのチャーターボートとかよく乗っている頃に、シルバーシャドウってね、結構使ってみたいなと思ったんだけど、気になるのが、ここクランクしてるから、ボートのロッドホルダーに入るのかなってのがね、その一点がね、心配でね、ストレートグリップだったらまあ、こう、ロッドキーパーとかにこうね、入るけど、ここのクランクこれ入んないんじゃないかなとか心配になっちゃってね、そんでね、買うのをね、ためらった、やめたっていうのがあって、でも、まあ、例えばボートのね、レンタルボート、亀山ダムとか、三島湖とずらっぱらとか、そういうところの釣りであればね、まあ別にロッドホルダーっていうか、そのデッキにこう、置くわけだし、で、何しろね、この6フィートね、自分結構身長が小さめなので、
結構、まあ最近って長めの竿が多いですよね。比較的 6.6 フィートとか7フィートとか、そういった竿が多いんですけども、このね、6フィートとか 5.6 フィートとかね、そういった竿が、まあ、ミノーのジャーキングとかにはやっぱりレングス的に一番使いやすいなっていうのがあって、で、そういった中でもちろんブラックバスのラインナップでもね、いろんなラインナップがあるから、で、デストロイヤーもなんか今度全部新型にリニューアルするっていうことで、そういうところからね、探せばいいんじゃないのっていうのもあるんですけども、これね、釣り具屋さんで見たら6フィートで、で、今はもうなかなか見かけなくなってきたこのスラントブリッジで、これ一回ほんと使ってみたかったんで、どんな感じなのかな。投げるときにこう、ね、邪魔にならないよとか、あとは魚を保持するときとかも手に巻きつけて、強力に竿が保持できるよとかね。これをね、一回ね、使ってみたいなって思っていたので、今回ね、綺麗な状態の、シルバーシャドウがあったので、一本買ってきてみました。ということでね、各部のね、パーツなんかをね、手元で見ていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、というわけでね、手元でね、いろいろ見ていきたいと思うんですけども、まずはこれですよね、この、ねえ、これ、武骨なデザインの、スラントブリッジ、糸とね、パテント取ってるよっていうような感じの刻印がなされてますけども、最初ね、これが出だした時は、なんじゃこりゃと思ってね、あー、馴染めないかなとか、まあ、俺の釣りにはいらないかななんて思ってた。最近はね、これあんまり搭載されてなくなっちゃったんで、そうなると、がぜん、欲しくなってきちゃうよなっていうね。で、中古でね、探してもね、案外これが採用されてるね、モデルいっぱいあるはずなんですけども、あんまり中古で見かけないから、やっぱ、使ってる人は案外便利で、お気に入りで使ってるのかなってね、手放さないのかななんて印象はありますけども、このね、スラントブリッジ、ね、この独特な機構が採用されていますというところと、で、このグリップのところもね、これ中古で買ってきたんですけどね、本当使ってないんじゃないかなっていうぐらいね、非常に綺麗なものね、ほら、このグリップのところも、ね、綺麗でしょう。ね、XOR って書いてありますけども、このね、グリップがまた独特で、ちょっとね、手にしっかりとこう、ギューって握り込めるようななんかね、特殊なね、塗装がなされているなっていうのが気になります。で、こういう感じで、ここもね、ちょっと長いので、大きなのがかかった時に、こういう感じで持ちこたえられるよっていう感じなのかな。まあ実際にね、使ってみてなんですけども、こういう少しね、長いね、フロント部分が、あって、そんでこれ、ブランクに行くんですけども、はい。ここにね、XOR シルバーシャドウって書いてありますけどね。スピニングでね、気になるね、短めのレングスのモデルがいっぱいあったり、あとはね、ちょっと長めのやつなんかもあったりして、そこら辺はね、現役バリバリで一緒にね、ボートシーバス行く友達が未だ使ってたりするんですけども、このベイトモデルってのは、一瞬見かけるなぁなんて思ったんだけども、その後ね、このスラントブリッジが採用されたモデルはあんまりね、店頭で見かけなくなっちゃったので、今回ね、こんな綺麗な状態のもの、ほんとね、ここら辺もすごい、ね、綺麗なんですよね。で、いろいろ、こういう重さのが使えるよなんていうのが書いてありますけども、ここね、バットの方はこう、ね、ラッピングもすごい密にされていて、で、SIC のガイドが採用されていて、こういう感じでね、先端の方まで。ただね、海用の竿っていうとちょっとガイド大きめになる印象があるんですけども、このね、モデルに関しては、ほんと、マイクロガイドまではいかないんだけど、なんか抜けの良さそうな、使いやすそうなガイドが配置されてるなぁ、なんていう印象でね、あります。
で改めてどういう竿だったのかね、これね、あのネットとかで調べるんですけど、なかなか情報が出てこないね。まあ最新のデストロイヤーとかね、最新の海用のシリーズとかのね情報は出てくるんだけども、どういった竿だったのかなかなか出てこないでね、それでね、まあいろいろ調べてなんですけど、いくつかね、この竿がどういうコンセプトでできたんだよなんていう情報を見つけることができたんで見ていきますと、まあシルバーシャドウの SSX の 60MC っていうことで、長さ6フィート、パワーミディアムクラスだよっていうことで、ルアーは 10g から 35g っていうことで、ジグのマックスは 80g っていうことで、海の落とし込んでいく釣りなんかでも使えるのかなっていうところで、でラインがね結構細いブランクに見えるんですけども、10ポンドから20ポンド P だと 0.85 から1.55 だよっていうことで、そこまで華奢な竿ではないんだなっていう印象がありますね。で説明のところも見つけることができまして、デビューと同時に湾岸シーバスボートゲームを席巻、ボートシーバス界の重鎮徳永健三をはじめとして実に数々のシーバスプロフェッショナルから絶賛されるということみたいですね。 XOR シルバーシャドウベイトモデル、しかしこれは単なるベイトロッドではありません。ルアーがもたらす水中のあらゆる情報を高い解像度を持って伝達する圧倒的な感度を追求、従来のミルドモデュラスボートロッドでは得られなかった超高感度特性を追求しています。そしてこのスペシャルブランクスはショートバイトを確実にフックセットに持ち込む食わせのマイルドティップアクションを持ち、なおより確実な追い合わせが対応されるボートゲームに対応するハイテンションベリーセクションを合わせ持ちます。その上モンスターシーバスの激しいファイトに対してもう一曲げできるローモデュラス高感度ストロングバットで、徹底武装したシーバスボートゲーム専用ロッドです。シルバーシャドウスピニングモデルの圧倒的な釣り心地を体験したアングラーはもちろん、バスタックルフィーリングで海にエントリーしたいバスマンにとっても快適な使用感と超過を約束します、ということで、まあボートシーバスでは逆に自分はあんまり使うことはないだろうかなって考えてるので、まあそのボートシーバススペシャルっていうことで出たモデルを逆輸入的にねブラックバスで使ってやろうね、こういうことで買ってきてみましたので、いろいろねミノーとか、あとは小型のねスピナーベイトとか、そういったところでやろうかなね。巻物の釣りは結構グラスコンポジットの竿が好きで使っているので、まあそういったところを使いつつ、ただ、軽快にシャキシャキとねアクションさせていきたいとか、あとはちょっとね、太軸の針のスピナーベイトとかを確実にフックセットしたい、で6フィートの短さを生かしてバンバン、投げていきたい。でボートシーバスなんかでよくあるこう穴打ちとかね、結構なんだろう、アキュラシーキャスト、まあ正確なキャストが必要とされる場面で、重宝されていたようなロッドなんじゃないかなって思うので、まあ例えば暴走リザーバーのオーバーハングの下に、スキッピング風にこうもう低弾道でね、そのプラグとかそのワイヤーベイトを送り込んでいくのに使ってみたいなと思って今回買ってみました。でね、機能のところもね、いろいろ見つけることができたんで見ていくと、まあXOR のネオチタニウムヘビーデューティーガイドシステムが採用されているよとかね、あと高強度マルチ、プレックスグラファイトってことで、ジギングにもプラッキングにも高次元に対応っていうことで、ね、ここのブランクがどんな感じなのか早く投げてみたいな。あ、でこれねさっきから気になっていたんですけど、リールシート部分ベルベットラバーコートセンサータッチリールシートっていうことでね、水に濡れてもしっかりとパーミングできるソフトタッチのベルベットラバーコートを施したセンサータッチリールシートってこと、これが何ですかね、ベルベットラバーコート、ちょっとねラバーコートされているんで、ここはねちょっと手にねこう吸い付くようなね独特な質感ね、ラバーコートがされているんですね。で、ここね、スラントブリッジ、あらゆる体勢からのキャストでも肘に干渉しないスラントブリッジを採用、ラバーコンポジットコルクエンドグリップがノンスリップ特性を生み出し、パワーキャストを強力にサポートっていうね、こんな風に書いてありますけども、ね、ここら辺がねこうパワーキャストにね、すごい対応してくれてるよなんていうことで、でまあリールはね軽かったコンクエスト DC とかねいろいろ考えてますけども、巻物だとこれかな、
グラビアスもですね、これローギアのモデルで、ですね、右巻き仕様のギア機 6.6 のモデルね、これね真っ黒で似合うんじゃないかななんて思ったんだけど、あ、ぴったりだな、あ、いいっすね、あ、こんな感じこんな感じね、こういう感じのでね、で、あの、なんだろう、あの竿って思ったらね、大概あの、箕面とかね、春先の、まず一発目の、兆候ではここら辺で、まあ、釣れるか釣れないかね、ありますけども、ちょっとそうですね、10センチ、12センチぐらいの、まあ、シーバスでよく使うような箕面をね、ブラックバスでもね、多用するときなんかにぴったりなんじゃないかな。主にはね、そうですね、まあ、メガバスつながりでいくと、今のだと、ワンテンジュニア、ね、ワンテンジュニア春先の箕面の釣りで結構投げたりするので、ワンテンジュニアとか、あとはまあルドラではないんだけどバルナっていうタイミングとかね、バルナとかにもいいんじゃないかなとかね、そんな感じで、あとはね、あ、小さめのねスピナーベイトとか、なんかねメガバスカラーもね、あのこの前小森さんのところ遊びに行って教えてもらいましたけど、 SV3 とかね、なんかそんな感じのやつとかね、新しくスピナーベイトも出てくるみたいなんで、まあそこら辺がもし買うことできたら、こういうねちょっとねメガバスメガバスでね投げてみたら気分も上がるんじゃないかなと思ってね、1個買ってみましたということでね、手元で細かく見ていくとこんな感じ。はい、というわけでシルバーシャドウどうですか。これがね、まあ、今年動画でね、バッスリの動画でちょいちょい出てくることになると思いますので、あの竿なんぞやって思ったら、あ、海用のなんか買ったなって言ってたななんて思い出していただければなと思うんですけども、あ、まあなんだろう、持った感じもね、軽快だし、非常にね、いろいろ試してみたいななんて思ってますので、海用のこうプラッキングに特化したベイトの竿ですね、これをブラックバスに導入してみるよっていう、こういう感じで今年は、やってみたいと思いますのでね、ぜひ実況動画の方もご期待ください。というわけで、本日の釣り講 TV はこちら、メガバスのシルバーシャドウね、これを買ってきてみたよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。